ODS の堀井です、はい、今日は骨盤の前傾後傾について説明します。多くの場合、まあ、前傾というと骨盤がこういうふうに前に倒れる、後傾後ろ、でも時々左右差、右の方が、後傾であったり、これ後傾ね、左の方が前傾であるような場合があります。それ従来の常識で考えられると、仙腸関節が歪んでるから、仙腸関節、仙骨の上に腸骨がこういうふうに歪んでると思われてるんですけど、それは間違いです。仙腸関節はだいたい 0.5 から 0.1 ミリぐらいしかあんまり動かないということが分かっています。ではなぜそういうことが起こるかというのを説明します。この模型で見てもらうと、こちらの方が、AS 前方に回旋して、こっち前方に回旋します。こちらの方は後方に回旋しますよね。でも仙腸関節全然歪んでないというのが見えますか。これは固定された状態、これが右側の骨盤が AS で、左側の骨盤が PI 前方回旋という意味を示しています。見えますか。でもパッと見たら何にも歪んでないという、ただ単に腰仙関節が歪んでるだけですね。はい、その指標を皆さんにお見せします。これ本当、多くの整体の先生や回路の先生が勘違いされている。はい、もし AS が起こっている場合は、指標としてどこを触るかというと、ヒラメ筋、アキレス腱の近くのヒラメ筋ですね。痛かったら言ってください、ね、はい、はい、ここ痛いです。痛い痛い痛いね、はい、はい、痛いですよね、はい、うん、でヒラメ筋が痛い、こっち痛いかどうか言ってね、同じところを触る、これ緩んでるね、あ、そんなに痛い、痛くないよね、うん、はい、これ AS の指標でヒラメ筋、アキレス腱のちょっと上側、痛いですよね、はい、これもう本当当たり前というか、もう学校では基本のことな、まあ、アメリカの学校で基本のことなんですが、皆さんあんまり知ってられない。次は、PI というのは、これが前方に回旋している場合ね、腸骨が前方に回旋、はい、いきますよ、はい、これは方向筋といって、 ASIS から上前上骨骨から、内側の膝にくっついてるところ、これは痛い、痛いよ、痛いよ、痛い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 、はいはい、わかりました。じゃあこっちは、こっちはそんなでそうでもないですよね、はい、というか、これでわかるのは、右側は AS で、左側は、PI というのがわかりました。まずなぜそういうことが起こるか、 AS の状態ではどういうことが起こるかというと、まあ、このキネシオテープが筋膜だと思って、ハムストリングの筋膜で、これが、はい、アキレス腱、かかとに、腸骨にくっついて、これがピーンと張るの分かりますか。張ると筋膜が張って、ここを押さえると痛いになりますよね。でこれが、前方回転するとこう張ってしまう、こういう状態で、普通ここにあるのが前に行ってしまうと、キネシオテープ伸びてますよね、こういう状態、それで内側が痛いという。はい、先ほど PI と AS の圧痛点を見てもらいました。ここが PI、 ここは AS の圧痛点、ヒラメ筋、アキレス腱の痛くない、こっちは右痛い、痛いですね。これ骨盤矯正によってどれくらい変わるかというのを見てみます。今日は、サイドポスチャーで、矯正してみます。こちらの方が PI ということは、後方に骨盤が回旋しているという、こういうふうに、これが、この位置が正常だとすると後方に回旋した。この時のコンタクトはどこになるかというと、 ASIS、 ここ腸骨梁ありますよね、とこの仙骨の間が、ここです、ここになります。実際に矯正してみましょう。ちょっとぐっと、お、ボキって言いましたね。痛かった？大丈夫。はい、仰向けに寝てください。で、実際に指標の
方向を決めますか。あ、見ましたね。痛くない。痛くないです。こっちはまだ痛い。はい、じゃあ今度は、逆の方は AS の矯正になります。今度は今、右左の方はどちらが骨盤、こっちの方、でっちりの方向、座骨が後ろに後方に変異しているので、座骨よりもちょっと上ぐらい、ここ座骨です。座骨から行ってもいいんですけど、ちょっとコンタクトが悪くなる、それよりちょっと上ぐらいです。この辺から PI の後方回旋の方向に矯正します。やってみますね。ちょっと動きが悪いな。はい、入って。この方向ですね。はい、いいですよ。あとセルフケア、この時にこっちの手で座骨の方を押してあげると、自分でそうそうそう、これ AS のセルフケア。でっちり、両方でっちりの人はでっちりの、こうお尻がこう立ってる人はこれ左右ともやっていいです。はい、次逆、この PI、 結構腰がこう曲がってる人とかね、はい、の人のセルフケアはここで、ここの骨盤の上、こう腸骨梁のところのちょっと腰椎に近いところをぐるっと自分で押しながらストレッチ、はい、でちょっとサポートするだけで骨盤の矯正もできるんで、皆さん試してみてください。はい、ここでさんでした。はい、から PI の方、後方回旋の方向に矯正します。やってみますね。ちょっと動きが悪いな。はい、入ってこの方向ですね。はい、いいですよ。